迎撃ミサイル PAC-3 が陸上自衛隊函館駐屯地に入ります。北海道の上空を通過した北朝鮮の弾道ミサイルに備えて函館の駐屯地に地対空ミサイル PAC-3 が配備されました。もっと早く設置してもらいたかったって。北海道で PAC-3 は千歳に配備されていましたが、射程距離は数十キロであるため迎撃態勢に限界がありました。